ブリースシンボルは、表意的な表記体系として考案された。ブリースシンボルを構成する数百の基本的な記号は、各々が概念を表し、それらを互いに組み合わせることで、新しい概念を表現する新しい記号を生成できる。ブリースシンボルは、文字が、いかなる音声言語の音声にも全く対応しないという点で、世界の主要な表記体系のいずれとも異なる。 ブリスシンボルが非音声言語の一種であるかどうかは、その実際の用途が何であれ、議論の余地がある質問である。ジョン・デ・フランシスや、ジェイ・マーシャル・アンガーなどの一部の言語学者は、自然言語と同じ潜在能力を有した純粋な、表意文字体系は存在しないと主張してきた。ブリスシンボルは、第二次世界大戦後、チャールズ・ケーブリスによって発明された。ブリスは、 同じ言語を話さない人々の間で意思疎通を可能にするために学習が容易な国際補助語の作成を望んでいた。彼はナチスのユダヤ人迫害から難民として上海に逃れていた時に慣れ親しんでいた漢字から着想を得た。彼の体系ワールドライティングは彼の著作サマントグロフィで説明されている。この本は意思疎通を容易にするという彼の無償的な構想の ための言語構造と語彙を説明しているが、人気を集めるには至らなかった。しかし、1960年代からブリスシンボルは、脳性麻痺や他の疾患により言葉が話せず、音声言語では、意思疎通ができない人々にとっての補助、代替コミュニケーションの手段として有名になった。ブリスシンボルの熟練者は、ブリスシンボルで、 意思疎通を行う学習をしてきた利用者が地域の音声言語の伝統的な聖書法の読み書きを学ぶのはブリスシンボルを知らなかった利用者より容易な場合があることを発見したと主張し続けている。ブリスシンボルが最初に使われたのは1971年にカナダ、トロントのオンタリオ障害児センターで児童の補助をするためであった。児童に 守備一貫した図形を見せることが重要であったため、アッコックはジム・グライスという名前の製図技師を雇い、記号を書かせた。一貫性を保つため、チャールズ・ケー・ブリスとマルグリット・ビーズリーの両方が、アッコックでグライスと一緒に作業した。1975年、シャーリー・マクノートン監督による、ブリス・シンボール・コミュニケーション財団という名の新しい組織が、この努力を指導した。 時とともに、この組織は名前をブリス・シンボル・コミュニケーション協会、イースター・シール・コミュニケーション協会と変えていき、最終的に、ブリス・シンボル・コミュニケーション・インターナショナルという名前になった。ブリス・シンボル・コミュニケーション・インターナショナルは、ブリス・シンボル言語の標準化に関する権威として、活動している人々の国際的な集団である。 彼らは、ブリスシンボル言語に必要なあらゆる維持作業のみならず、言語のあらゆる拡張についても、責任を引き受けた。PCI は1971年以降、言語の使用方法を補助、代替コミュニケーションのために調整してきた。PCI は1975年と1982年に、チャールズ・ケイブリスとの法的な契約を通して、ライセンスと著作権を受け取った。 ブリス文字の数を制限することは利用者の意思疎通を助ける上で非常に有益である。コンピュータのようなテクノロジーを使ってブリスシンボルを実装する助けにもなる。以下はブリスシンボルの例である。私は映画館へ行きたいしかし、この画像はあまり正確ではない。ごく映画館へのへという概念に対応する記号がない。この概念に対応するブリスシンボルはであり、 映画館を表す記号の家、建築物の部分の前に置かれるべきである。ありがとうございます。